はい、皆さんこんにちは、アイズチャンネルです。今日は、ちょっとね、林道へ行ってみたいと思い、山の中を走っています。今走っているのは福島県道325号線というところになります。わかりやすく言うと、会津若松市にある東山温泉の、ずっとね、奥の方、東の方に進んで東山ダムを越え、さらにずーっとずーっとその山奥の一本道を進んでいる道を走っています。この道をね、ずっと走っていると、一番奥に中湯川集落という集落があります。その集落をね、今越えたところなんですけども、中湯川集落を越えていくと、その先にはね、大滝というね、すごいね、滝もあるんですけども、そして、その道をさらに進むと、左側に入る林道があります。その林道が中湯川林道という林道になります。今ね、そこへ向かっているところなんですけども、僕が免許を取り立ての頃、およそね、30年ぐらい前なんですけども、その頃、こちらの道をね、走ったこともあるんですけども、もう当時はこの辺りはもう完全に、未舗装路で、土の道というかね、昔の本当にもう砂利道というか、そういった道でした。その福島県道325号線も、こう年を追うごとにこのアスファルト道路っていうのがどん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 延長されて、そして今はね、結構奥の方まで行くことができます。その最奥にまた林道があるんですけども、まあ、そちらはね、今通行止めで行けなくなってるんですけども、その途中にあるね、中湯川林道というところへ向かっています。もうかなり狭い道なんで、こう離合というかね、すれ違いがなかなか困難なところになります。この今ね、右側のこう崖の下が大滝という滝になっています。なかなか見応えのある滝なんでね、ぜひね、皆さんにも見てもらいたい滝なんですけども、ここ最近、熊が多く、熊のね、出没情報がね、多くあるんで、熊対策をしっかりした上で、大滝の方もね、見学していただきたいと思います。はい、そして、中湯川林道の入り口に到着です。ちょっと降りてみますね。はい、車から降りてみました。今ね、目の前に見えるこの道が福島県道325号線で、そして今こちら側から来ました、東山温泉の奥の方ですね。そして、この道はずっと奥へ奥へと続いています。まあ、ゆくゆくはね、この林道中湯川線と合流するんですけども、今回は林道中湯川線の方へ行ってみたいと思います。まあ、ここに一応看板があるんですけども、まあ、ほとんどね、消えかかっていて読めません。そして周りは大自然です。はい、そして僕のジムニーですね。はい、このジムニーで行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それでは林道中湯川線に入りました。始まりから結構、勾配のきつい坂道ですね。そして、道自体はね、舗装されているので、まあ、今時点ではとても走りやすい道になっています。まあ、この道はね、今まで何度か通ったことがあるんですけども、まあ、落ち葉がね、多かったり、あとは春先なんか走るとこう雪解けで、結構こう小石なんかがね、あったり倒木があったりします。ご覧のように倒木は、カットされて走りやすいようにしてもらっていますね。そしてこのね、 木がね、すごい生い茂っているのでめちゃくちゃ暗いです。画面だとね、明るく見えますけども、露出補正がね、自動でオートでね、入っているんで、まあ、明るく見えますけども、実際肉眼だとね、結構暗いです。そして、まあ、ここ何日か大雨が降ったりしていたので、こう泥というかね、なんか流されてきた枯葉なんかもね、道に出ていたりします。なんか前通った時よりもかなりこう綺麗になってますね。前回通ったのは多分秋口だったのかな。なので枯葉が多くて、まあ、走りづらかった印象がありますけども、今はすごいね、走りやすい舗装路になっています。
皆さんこの林道中湯川線来たことある人いますかね。まあなかなかね、こう用事がないとここまで来る人はいないと思いますけども、まあ、林道というのはね、もともとその山の保全だったり整備だったりのために作られた道なんですけども、まあ、しょっちゅうねこう山の管理に来るわけではないので、まあ、普段はね、ほとんど人通りのない車通りのないこう道だと思います。まあ、それでも、林道マニアの方だったりね、山菜採りキノコ採り、そして魚釣りへ行く方がねこういったこう林道をね利用するっていうのも多いのかなと思います。お、バイクがいますね。あ、栗を拾ってるんでしょうか。そうですね、道に落ちた栗を、拾っている方がいましたね。まあ、僕はこういうところへ来るのはねほとんどが平日の昼間なので、まあ、今までねほとんど人と会ったことはないんですけども、まあ、今みたくねこうたまにこうバイクだったり、あとはそうですね、県外の方が山菜採りっていう方はね、まあ、本当に稀ですけど、ね、見かけますけど、普段はねこういったところで人に会うっていうことはねほとんどありません。まあ、なのでこう何かあったらちょっと怖いっていう面もあるんですけども、まあ、今のところね大丈夫なので、木がぶら下がってますね。木の枝がぶら下がっています。なんか前通った時と本当に印象が違いますね。前通った時は本当にこの道に小石がねたくさん落ちていて、すごいね走りづらかったんですけど、まあ今日はすごい走りやすいんで、あっという間に抜けそうですね。でもこういったところを走るのってすごく気持ちがいいですよね。はい、ゆっくり山の中をこう走るんですけども、まあ、今なんか20キロぐらいなんですけどね、こうそれでもこうゆっくりね周りの景色を見ながら走ったり、まあ今はほとんど周りの景色は見えないんですけど、こういったね緑の中を走るっていうのはなんかこう気持ちがいいですよね。何が気持ちいいのかって言われるとわからないんですけど、なんか自然の中を走る、大自然に抱かれて走るっていうのはね、意味なく気持ちがいいですよね。まあ、倒木は、こうしてね結構あるみたいなんですけども、こうしっかりと管理されているのか、道路までは出ているところはないですね。この辺りは、コンクリートの道なのかなこれ。そしてこう石のガードレールというか、こう危ないところは石が、ここはコンクリートでね作られたガードが立っています。まあ、本当に林道を走る方っていうのは、このように舗装された道じゃなくて、もうすごいねガタガタゴツゴツした道を行くでしょうけどね、まあ、僕は、こういった走りやすい道がいいかなと思います。はい、林道中湯川線抜けましたね。はい、あっという間に林道中湯川線を抜けてきました。そしてこの道標というかね立っているんですけども、ほとんど剥がれて読めません。まあ距離的に言うとおそらく4キロぐらいというね短い林道だったんですけども、まあ、とても気持ちのいい道でした。そして、この道は港町から会津若松市へとつながる、緑資源幹線林道という道になります。こちらの方の道はとても立派で2車線あってね、とても立派な道になります。そしてここからはねすごい眺めがいいんですよ。ちょっとあの緑が茂っていて 見えづらいですけど、ちょうどこの間ここにね会津磐梯山が見えます。今日はね雲の合間に立派な姿を見せてくれています。そしてその隣はアルツ磐梯スキー場ですね。はい、こんな感じで林道中湯川線を走ってみました。まあ、今回の動画は、ちょっとね短い動画になってしまうんですけども、
こういったね林道っていうのは会津若松市にはねたくさんあるんでね、これからも行ってみたいと思います。はい、それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。